遠くて近き派男女だけでないぞ。神と人、天と地、親と子、食べるものも遠くて近いがよいのさぞ。神粗末にすれば神に泣くぞ。土たとべば土が救ってくれるのぞ。尊ぶこと、今の臣民忘れているぞ。神ばかりたっとんでも何にもならんぞ。何もかもたっとべば何もかも味方ぞ。敵たっとべば敵が敵でなくなるのぞ。この通りわかりたか。臣民には神々と同じ分け信仰授けてあるのさから、磨けば神になるのぞ。神事は当社よいぞ。はじめは58、次は343ぞ。よいな。8月の5日、火付くの神。